兵庫県立阿光高等学校は、兵庫県阿光市海浜町にある県立高等学校。第四学区に属する。愛称、略称は赤だか。前身の阿光実家女学校から数えると100年を超える歴史を有し、阿光市内にある唯一、兵庫県南西端の高等学校である。旧西中学の流れを組む、西張りまでは、タツ高等学校と双癖をなす。 伝統校である、瀬戸内海に面し、兵庫県立阿光海浜公園近郊に位置する。旧制兵庫県立阿校中学校と旧制兵庫県立阿校高等女学校の流れを組み、第二次世界大戦後の学生改革により変遷を経て、現在の名称となり、旧制阿校中学校校下の我ら賢治は励むなり、 文を左に部を右にと歌われていた文武両道の精神は現在へと受け継がれている。1981年9月に現在地へ移転される前は、阿公城、本丸跡にドイツ人建築士により設計された屋上部に強壁を備えた中世、ヨーロッパ城郭風の旧正兵庫県立阿公、中学校校舎を用いており、多くの生徒は阿公城大手門を通って登下校していた。 文化庁により上閣が国の史跡に指定されたことで現在地に移転した。阿公城本丸内にあった旧正兵庫県立阿公、中学校兵庫県教育委員会兵庫県、公立高等学校の通学区域。ありがとうございます。